ず僕はもうサイドバックはディフェンスがしっかりできなきゃダメっていう、全員ちゃんとディフェンスができる選手しか選んでないし、生涯変わんないんです僕は。これはビニシウスに勝ったねって言っちゃったけど、これこそワールドカップできる選手、はい、もう間違いないんですよ。この人乗せたらで、ディフェンスはできないと思った方がいい。もう彼がいないと今日本代表成り立たないですね。歴代の中でもすごいウィンガーじゃないですかね、はい、賛否いろいろあると思いますが、サッカーを知り抜いてる、これ親父と似てる僕の場合は 100% サブです。いってらっしゃい伊藤様、花道差し上げます。皆さんこんにちは、フリーアナウンサーの新堀穂です。今回は元サッカー日本代表ディフェンダー、そして現在はサッカー解説者としてご活躍されている津波聡さんをお招きしまして、カタールワールドカップに向けて日本代表メンバーを独自選出していただきます。津波さんよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。いや今回、はい、変更していただいたわけですが、いかがでしたか。まずね、はい、スタッフの方から、はい、津波さん独自 の、 その監督目線でいいから好きな選手を選んでほしいっていうオファーがあるわけじゃないですか、はい、まずナンセンスですこの時期に例えば僕が1から10までね、全然森保ジャパンに選ばれてない人を26人集めて、それが読者視聴者が本当に面白いのかとそういう気持ちを僕はまず持って、森保さんが選ぶ選手、そしてこれは漏れちゃいけないよっていう推したい選手含め、はい、どういうふうに機能させるかというところでこう専門家の意見を伝えていくっていう、そういうふうにすべきじゃないのかと、まず思い切り文句を寄せていただいてから入っていきたいなと。だから越後さんもそうですし、はいはい、福西さん、松木さん、岩本さんの前のやつを見せていただきましたけど、はい、やっぱりある程度ベースが森保ジャパンのメンバーになるじゃないですか。それも当たり前なんですよ。それガラッてやるのは、例えば森保ジャパンが終わって違う監督になった瞬間に、津波さん監督だったら次のワールドカップに向けてどうしますかって言うんだよ、分かるんだけどそうじゃないだろうと一通り熱くなったところで冷静にまた選ばせていただきたいと思いますが、本当にまずお話しいただいて嬉しかったですよかったよかった、語らせていただけるのはありがとうございます。ありがとうございます、はい。まあ、今回ワールドカップの登録メンバー通常23人なんですが、まあ、カタール大会は26人まで拡大されることが正式に決定しました、はい、というわけで、まあ、今回も津波さんにも26人選出していただいています、うん、そのメンバーがこちらです。こちらです。ゴールキーパーは権田修一、シュミット・ダニエル、谷晃生の3選手。ディフェンダーは右サイドバックに酒井宏樹、山根美希。センターバックは吉田麻也、板倉滉、冨安健洋、伊藤洋輝。そして左サイドバックに長友佑都、中山雄太の2人です。続いてミッドフィルダーは田中碧、鎌田大地、久保建英、遠藤航、森田英正、原口元気。最後にフォワードは右に伊東純也、堂安律、水沼宏太、センターフォワードに大迫勇也、上田綺世、古橋亨梧、左は南野拓実、三笘薫、前田大然、以上26人です。ではまず津波さん、はい、この津波ジャパン、はい、どんなコンセプトで選んでいただいたのか教えてください。まあ、先ほど申し上げましたけど、はい、基本的に森保さんが選んできたメンバーが主ですよね。基本的に対戦相手は強豪ばかりですから、しっかりと守備ができるチームで、前に速いスピードを持ってカウンターができる力と、そして、劣勢の時に崩していける力、まあ、チームの戦況に合わせて柔軟に戦えるような力を、持っているチームと、まずディフェンス面では全員で献身的な守備ができる、自己犠牲の精神を持っている選手をしっかりと選んで、はい、まあ、中に何人か違う人もいますけどいや、 やっててもできないって人もいるんだよね。そしてやっぱり、少し押される展開も想像されるんで、あ、相手の裏のスペースを素早くつける、そして、まあ、簡単に言うと右サイドからクロスで仕留める、まあ、これが非常に重要なポイントになるかなっていうふうに思います。ドイツスペイン戦はやっぱりどうしても押されるケースも当然あると思うので、少ないチャンスをしっかりと相手のディフェンスの裏が背後に入っていき、精度の高い攻めを構築しなければいけないということで選んでいるメンバーかなというふうに思います。当然その一戦目になんとか引き分けの勝ち点を取りたい、そういうね、ところから入り、2戦目勝ちで4を取って次に進むというプランになってきますから、そういう中ではまずしっかり守れなきゃいけないし、ドイツの速い攻めに対応できなきゃいけないし、ドイツでやってる選手も
ちょっと増やしております、はい、やっぱ初戦大事ですからね、うん、ではまずはゴールキーパーからです。津波さんが選出したのはこちらの3人ですね。ではまず権田選手から。権田選手非常にこうキーパーとしてバランスが良くて、まずそのコンセプトの中に、まあ、押される展開であると足の元のフィールディング縦、特にスペインなんかプレスきますし、もうドイツも激しいので、それを回避するためには足元が上手いキーパーっていうのは絶対条件で、まあ、権田どちらかというと長いボールを中間地点にポンポンとこう置けるようなそういうパスも出せるし、空いたスペースにスパッとこうボールを、例えばディフェンダーがラインを上げていくときに合わせてディフェンダーがノッキングしないようなタイミングでいいスペースに出せるという力、その攻撃面の力もものすごく評価してますし、これ第一キーパーね、僕の中では。それから彼の特徴っていうのは、そのセービングってこうシュートに対して飛んで跳ねるっていう弾くっていうのがありますけど、特にこの近いエリアから逆サイドに打たれた時に軸足をスッと抜きながら早くこっち側に読んでてもクッとこう逆に飛べて弾けるっていうのはちょっと特徴的なフィールドセービングをするんですよ。こういう良さっていうのは、例えば強豪国に対してやっぱり短い距離ペナルティエリアの中でサネに打たれた時にどうするかとなるとスパッとこう、やっぱりそこの反応思い出してください、はい、アトランタオリンピックの川口義和、ブラジルジュニーニョのシュートをこうか近くからキュンって反応するのは今ゴンだよ。これはやっぱ大事なんじゃないかなと思うんですよね、はい、特に初戦なんかもこの活躍、キーパーの活躍がないとなかなか難しい部分があるので。では続いてシュミット・ダニエル選手お願いします。この人は足元のうまさ一番、これフィールド並みもううまいうまい、めちゃくちゃうまいですよ、落ち着いてるし、まあ日本の手足提言でしょ、要はこうボールが来たとしても多少、まあ、権田にしろ谷にしろバッと圧力が来れば、うわちょっと来てるよ来てるけどしっかりつなぎますよっていう平静を装ってるところありますけど、この人は全く平静です。ビビってない、完全にフィールドプレーヤーのリベロがここに下がってるぐらいの余裕しゃくしゃくの部分があるので、これはちょっと日本の中では特別なレベルにあるんじゃないかなっていうふうに思うんで。では続いて若手の谷選手。はい、本来だとね、大体ここにベテランのキーパー3番目にベテランの、まあ、川島選手とか、川島選手、それはもう当たり前ですよ、そういう選手を置いとけばチーム全体としてもそういうベテランの選手が、なんだろう、チームがちょっと不安定になった時に締めてくれたりとか盛り上げるタイミングとかそういうものっていうのは、やっぱり経験値があるだけ引き出しは持っているから、その一枠をキーパーに使うっていうのも考え方としてありなんですけど、もう逆に言うとフィールドプレイヤーの中にその落ち着きを与えてくれるような、もしかしたらじゃあ長友がサブになる可能性もあるわけで、この選手なんかがそういうものは持ってるわけですよ、吉田にしてもそうだし、チーム全体を落ち着かせる経験値はもうチームに十分あるので、であればこの一枠というのは、まあ、今後の未来に向けて、まあ、力はもちろん素晴らしくありますし、フィールド、それからセービング、ゴールキーパーと必要なものはほとんど持ってますんで、ちょっと今調子落としている可能性もあるけど、それでも彼が落ち着いて伸びていくことの方が日本の将来にとってもいいことだというところで、3番目にはこの選手を入れております。次はディフェンダーに参りましょう、うん、ではまず右サイドバック酒井選手。ワールドカップっていうのは対戦相手が例えばウイングですよね、ウイングがものすごいいろんなすごいやつがいるんですよ、いろんなすごいやつがドリブルで仕掛けていく強豪チームってそれだけじゃなくて、ここに絡んでくるサイドバックやボランチやいつも見たことないよこの対応みたいな、その時にもちろん一人で1対1強いです、ヘディング強いです、クロス上げます、でそういうものはみんな持ってるんですけど、ここに何が必要かというと、そういう起きたことないような状況の時に経験としてどのように対処するかという処方箋をいかに持つかということが、このサイドバック相手が何を狙っているんだろうかっていうのを未然に感じてポジションを修正し、ポジションを修正しっていうのは、例えばこういうふうに言ってしまったら自分はここに来ますからあんたここ来なさいよって、そういうことを早めに言葉に出して、あるいは、感覚、プレーの雰囲気として見せていくようなものっていうのが最終的にここをやられないことにつながる。一生懸命目の前のやつ潰してやるやって行き過ぎて、でここパーンって抜かれてる、何してんだアマちゃんだお前っていう世界があるわけですよ。そこは人に釣られてはいけないし、だからといって目の前の人を野放しにしてもいけないし、潰すとか潰す、だけど相手が一番狙ってるのはここなんだよ、一番おいしいところに、ね、釣り出されて裏やられてるっていうことじゃダメなわけですよ。ちょっと熱くなってきますけど、そういうような経験値、サイドバックとしての経験値はもう
誰よりも、まあ、持ってるっていう、優れている選手、まあ、長友もそうですけど、うん、でも山根選手いかがですか。はい、この選手は経験値的には、まあ、全く叶いません、酒井さんには。ところがこの人の良さというのは、まあ、よくサッカーを知ってるんで相手のプレーの予測っていうのは非常に早いんですね。酒井ってパワーもあるんですよ。パワーもスピードもあるから、以前何年前かな、マルセイ、もっと前ぐらいは僕は全くサイドバックとして評価しない時期があったんです。それはさっき言ったようにパワー、自分のパワーだけを使って取りに行きたいけどここやられてるとか、ここに危ねえんじゃないかって言って行くと逆やられてるとか、うん、そういうことがあって、それはパワーがある選手ほどそういう風になりがちなんですよ。この方はパワーないんです、うん、スピードとかパワーとかそういうものはなくてサッカーセンスがいい、センスがだからそういう人間っていうのは守備に関しては大ポカはないんです。だから安定感がある。で、山根の一番のストロングポイントはやっぱ攻撃の時に、酒井選手がどっちかって外からのクロスという形であれば、山根選手はこの斜めに入っていく力がすごく強いですよ、はい、でフロンターレグループの、仲間ともぴったり合うし、はい、それから堂安、久保、山根っていうの、これなんか美味しいショートパス軍団があるんだよね、これ、はい、なんか仲いいんですね、わかんないですけどピッチ上では仲いい。でこれはオプションとして絶対必要だなというところで、うん、長友選手もあれですよね、この右サイドで右ももできます。中友が右やるってことも非常にいいオプションだと思います、うん、僕はどちらの経験もまだまだいけると思ってますし、うん、一般の方のサイドバックの評価ってガーって上がってクロス上げてヘアって下がって、うん、ね、その上がりが少なくなると走れなくなったじゃねえかとか言うんですよ、うん、じゃないんですよ。そんなこんなのを、ね、こんなのは何本走るなんていうのは多分サイドバックやってこの長友で下がるのがいくらでもできるんですよ、うん、一般の人を騙そうと思うオーバーラップならいくらでもできるんですよ。ところがこれをガンガンやることによって、例えば足に乳酸がたまるっていう状態が来るわけですね、うん、その瞬間に切り替えられて、相手のドリブルにガーッと突っかけられた時、それを何本もオーバーラップした後に右左こうボールをひねってくるディフェンダーにぴったりついて影のようについていくっていう、この作業の方が実は大事なわけですよ。その作業があって最後タックルの時にクロスに足出してっていう判断力と対応力っていうのが、このオーバーラップしすぎて削れるようではダメなわけです。でワールドカップではそのオーバーラップはそんなタイミングいい時にやればいいんです、強豪、はい、強豪とやる時は、うん、自分がオフト監督とワールドカップ予選で戦った時も津波前半1本のみって言われてましたから、1本のみです、1本のみってもう言う、本当に1本のみでいい、で1本でコーナーキック取ってそれで勝ちましたけどね。だからそういうような世界なんですよ。逆に行き過ぎてここ狙われてっていうよりは、しっかりと守備をして相手がずれて目の前がどんどん来るようになった時に、それを虎視眈々と狙いながら一発二発で精度高いパス、精度高いクロスで仕留めるっていうのが彼らが考えてることなんで、走れなくなってるんだとか上がれるんだとかふざけんじゃねえっていうのがたくさんいてねそこはまだダメんだよっていう声を大にして言いたいです。僕は。では続いてセンターバックの方に移りたいなと思うんですが、うん、まず吉田選手。やっぱりセンターバックの世界ってこれ生き物なんですよ。このフォーバックのラインっていうのが、生き物で一、はい、人だけがこう気持ち入れてても、はい、この人とのコンビネーション、この人とコンビネーション、この人とのコンビネーションっていうのが、あうんの呼吸、声出し合ってじゃ知らないんで、はい、あなたこっち来てくださいなんて細かいこと言ってらんないから、はい、このタイミングだったら吉田さんはどういうふうに動くんだろうとか、富安はどう動くんだ、長友はどうしてるからちょっと左寄りになろうかとか、うん、そういうことをあうんの呼吸で分かっていかなきゃいけないので、まあ、俺が監督でこの後カタールワールドカップ臨むとしても、そこはあんまりいじくっちゃうと、チーム全体がバラバラになっちゃうんですよ。だから土台なんで、土台はあんまりいじれないっていうところでは、吉田、冨安がベースのスタメンになっていくのは当然だと思うんです、僕はね、うん、遠藤と吉田が実は最前線の選手たちのプレッシングっていうのもコントロールするんですよ、うん、この選手たちがどこから追っかけていくっていうのは、はい、勝手に追っかけているようですけど、それやられちゃうとこの後ろと前が間延びって言って、はい、この中盤のスペースがちょこちょこ空いちゃうから、はい、それをみんなで声かけ合っているんですよ。で声かけ合ってるのが、じゃあ想像してください、中にいたとしていろんな人が声かけ合ったら誰聞きますって分かんなくなるでしょ。分かんないんですね。だからそういうもんで吉田と遠藤が、まあ、声を出してこれを仕切ってるんですよ、はい、コントロールして今行かないで止まれ、黙っていいか、止まれ、やめろ、今行け、今行け、そういう声がテレビには聞こえないけど、はい、そういうふうにやってるんですよ。どのタイミングで必要なのか、どのタイミングでどこまで引けばいいのか、どのタイミングでどこまで上げればいいのかっていうのが、これこそが経験値であって、チーム全体の、守備力、プレッシングの能力というのを理解していない限り、これはできないわけなんですよ。でこういうことが
まあ、できるの今吉田に任せてるわけだから、これをやっぱり他の人に急になるとちょっとそういう面ではいい時はいいんですよ、うん、いい時はいいんだけど悪くなった時に立ち返る場所がなくなるんで、うん、まあ、これはもう外してはいけないものっていうか、うん、では板倉選手いかがでしょうか。板倉選手はじゃあそういう意味では当然その吉田選手にはかなわないわけですね。そのコントロール役に対して信頼感もまだ僕は取れないと思うし、ところがですねやっぱりそのこの目の前にフォワードという人たちがワントップであったりツートップであったり、大体ここに人がいる状態いてドイツサッカーはそういるんですよ。そこに当てて頑強の選手がクッキープして落としてっていう、これに対してディフェンダーはぶっ潰すっていうそういう作業があるわけですよ。インターセプトって言ってガーンって言って、はい、このガツンという能力は吉田以上なんですよ。で今ドイツで鍛えられてきて、はい、まあ例えばドイツ代表と試合しますよね、うん、こうやってぐんぐん引いて裏から出てくるっていうこういうものに対して、あれドリブルで来るっていうものに対して非常にこう慣れてきている、うん、どこまで迎え行ってどこまで相手のスピードに合わせて対応するかとか、そのまま行き切っちゃうかとか、はい、これもやっぱり結構各国リーグの特徴っていうのはありますから、はい、このドイツサッカーにはもう抜群に合ってる感じしますんで、うん、はい、だからドイツ初戦なんか吉田が例えばコンディションが上がらないなんていう時はもう思い切ってっていうのも悪くはないかもしれないです、ね、富安さん、はい、富安さん今右も左もセンターバックも全部できますが、センターバックとしての能力、簡単に今言うならぶっ潰す能力、ヘディングで飛ばす能力、弾くって言うんですけど弾ける距離、この吉田がここまでしか飛ばないと富安ここまで飛びますから、そういう距離とかクリアがどこまで飛ぶかとか、対人で対応した時に振りくる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 回らないでしっかりと相手の方向についていけるかとか、もう世界のトップレベル、もうディフェンダーとしてピンの能力ではもうこの人が一番です、うん、もう誰よりも素晴らしい、まあ、それがまあ経験値のある吉田と組むって良さを出していくっていうところはまあ捨てがたいなっていうところでは、うん、続いて伊藤選手、6月シリーズで入ってましたよ ね、でサイドバックやった3バックの左からやったんだっけ、あ、センターバックの左からこれやって、はい、僕的には合格だったんです、うん、こんなできんのって思ったんです。期待以上だったんです、うん、で何しろ左足のフィードがいいんですよ、うん、でまあシュツガルトの今のプレー見てもサイドバックでもできてますし、うん、この一発でここまでいけるってこれがどうしても魅力で、うん、そのもちろん相手のプレスは激しいわけですよ。今のスペインなんてのはとにかく前からガンガン来るような下がらない感じなんで、はい、そうなってきた時にやっぱりもちろんつなぎながら中盤のね、技術のある選手を経由してというのは当然なんですけど、そんなことやってると危険が増すんであれば、やっぱ正確にこの伊藤の前とかこの前にスパーンって送るっていうことはとても大事な問題になってくるんですよ、うん、この人の左足はちょっと別格です、うん、続いて左サイドバック、まあ、津波さんも現役時代左サイドバック経験者ということですが、はい、まず僕はもうサイドバックはディフェンスがしっかりできなきゃダメっていう、もうそういうスタイルです。全員ちゃんとディフェンスができる選手しか選んでないし、もう生涯変わんないんです僕は。これはだからここはもう絶対的に森保さんも変わんないのかな、一緒だなって思うのはディフェンスから入る発想なんですよ、うん、はい、でも長友はやっぱこの1対1の能力、相手にスピードを上げさせないで粘り強く対応して、まあ、呼吸をさせないような力っていうのは抜群にあるし、右サイドに嫌なフォワードが来た場合にどうやって失速させるかって言ったら、長友さんはこの間のブラジル戦で株をやっぱり上げたし、僕が解説してて、はい、ビニシウスに勝ったねって言っちゃったけど、もう本当長友は自分にも勝ったしビニシウスも勝ったんです、監督にも勝った、これは森保さんにも、あそこはもう福西さんも言ってましたけど、あの試合ダメだったらダメなんですよ、本人も言ってたじゃないですか、うん、あそこでダメだったら俺は落ちるって本当にそうだったと思います。あの強豪を失速させたっていうのはなかなかのもんなんです、うん、でこれは本当にちょっと一段高いレベルの判断力がないとできないことなんですよ、うん、っていうのはどういうことかっていうと、じゃああの日はまあ右でやったんですけどね、はい、ここにまあマーカーが来ます、このビニシウス、はいね、でここの選手ばかりを気にしているのは、同サイドでボールがあるときはここで行けばいいわけですよ、うん、でも必ず逆サイドの攻めっていうのがあるじゃないですか、うん、逆サイドを攻めたときにこの板倉選手や吉田選手のカバーリング、ここが来たときにカバーリングしてこっち側のポケットもやらせないのが一番大事なサイドバックの仕事でもあるんです、うん、でこれをやっぱちゃんとできないと絶対俺は選ばないんだけど、はい、これをやれる選手だからこそこっちから攻めるぞっていうふうな見せておいて、ポンポンってここにビニシウスに当たってたら、うん、ここでもう一気に抜かれてましたよ、いくら長友がすごくても抜かれちゃうんですよ、はい、でここを
こいつらここから来てここを狙うつもり最後ビニシウスに出そうとしてるだろうっていうことを読んで、ちょっと いつもより2メートルこっちにいたんですよ。それでスパンってここに、だけどここ危ないじゃないですか。この間この間は誰かに任せて俺ここ行くからなって話し合いをして、ビニシウスについた時にもう1メートルのところにいるからビニシウス何もできなかった。これはこっちがないとできないんだ、この頭の中がないと。これが大事なことなんですね、うん、こんなものは総力とか、ボール扱いとかのもう上の世界なんですよ。強豪とやる時には必須です。これはでも長友はもうそういうのの頭もあるし、上のレベルの、僕はエンジン 2500cc だって彼 5000cc 持ってますから、いやそのぐらいのパワーがあるんですよ長友っていうのは。だからもしその判断力がダメでガーンって一気に持ってこられてもついていける力もあるし、うんうん、大丈夫でございます。これこそワールドカップできる選手だよ、やってくるだろう。では続いてまた、うん、サイドバックの中山選手、はい、中山選手は長友選手にないものがあるんですよ。ないもの、はい、ないものがあって、やっぱりこのフィードといって、これ福西さんも言ってたけど、はい、この中盤の選手たちが、あるいは前の選手たちがどのタイミングでどこにボール欲しいかっていうのはやっぱり中盤をやってた選手なんで、で柏レイズよく分かる、本当にうまいんですよ、はい、時にこの選手はボランチやってたんで中の方に入って、うんうんうん、センターバックの選手をここに出させたりとか、そういう周りの選手のポジションもスムーズにさせてボールの周りをうまくこう引き出すっていうのかな、そういうことは非常にうまいですね。このフィードに彼の良さがあるんで、攻撃的に行きたいっていう時はセットプレーもあるし入れた方がいいんじゃないかな、うん、絶対守りたいっていう時は長友のが強いです、はい。では次はミッドフィルダーに参りましょう。津波さんが選出したのはこちらの6人です。コンセプトとして中盤が今日本の心臓ですから、戦況によって1-0なのか0-0なのか0-1なのか0-2なのか、そういう勝ってるのか負けてるかによってもう変えなきゃいけない中で、ここは4-3-3の3中盤と4-2-3ボランチが2人トップ下1人、前日本代表がやってた形、まあ、これをコンセプトに選んでおります。田中碧は、この4-3-3システム、4バックがいて中盤3枚前3枚、はい、だけど守備の時は4-5-1ってこう下がってきますから、これを対戦相手に強豪の場合はこの5枚、中盤を5枚並べて、はい、ここのサイドポケットね、さっきから禁止、はい、ここを取られないための通せんぼする作戦なわけですよ。通せんぼ作戦は日本は今作らないと勝てないわけ。今日本のストロングっていうのはここが取った時ビューンって走ってビューンって走って抜け出して、そういうショートカウンターっていうの、はい、でここを5枚にするんだけど、この5枚をやっぱり相手のボール取れるやつじゃなきゃダメ、取れるやつじゃなくて今度は引いた時も上手くないといけない、この両方の仕事があるんですけど、この田中はもう抜群だね。これは本当に守備力が向上して、はい、ディフェンス力がつけばある程度のところまで行くなと思って、本当にそのディフェンス力がやっぱり自分でも欲しかったみたいで、ドイツ渡ってますよね、うん、守備も攻撃両方できるっていうところではこの今 4-3-3 システムが僕も今ぴったりだと思うし、うん、ハマってる選手。では次遠藤選手、これはもうほらデュエル王じゃないですか。最終的に相手の攻撃っていうのは先ほど申し上げたように外から行きたいけど、どっかで中央を経由して一回相手をギュッとディフェンスを集結させてから中に行かなきゃいけない、うん、どこかで中央でためを作るのがこの世界なわけですよ。だけどその中央でためを作らせない、その作らせようとしてる時に奪っちゃうぞっていう時にババンっていう当たりが生まれるわけですよね、うん、でそこがやっぱりまずデュエル王で、そこで当たって取れて、その後素早いパス、一番近いところの森田さんが見えるのか、その先のじゃ上田さんが見えるのか、はい、こういうように一番いい場所を見つけられる、あちょっと遠いから自分で持ち出してから渡すかとか、うん、そういう判断力も上がってきてるし。では森田選手、はい、お願いします。森田選手は逆に言うと、はい、ディフェンス、遠藤選手と同じようにディフェンス力がかなり強度な力を持ってた選手、簡単に言うと守備をはっきりしながら攻撃できるのがこの3人なんですよ。守備がしっかりできながら攻撃もしてくれる。で日本は今ずっとワールドカップで戦うために強豪国とやるわけですから、通せぼ作戦で守備3枚してとにかく落ち着かせなきゃいけない時に守備力は絶対なわけですね、うん、でなおかつ攻撃をしなきゃいけない場面も出てきた時に簡単にボールを失わない、ボールを受けた時に自分がちょっとドリブルをして相手を動かすんですよ。自分のドリブルで相手を動かして自分が取られないとかパスコースを作るっていうちょっとフォワードの人たちみたいな感覚をここで持って、これがいいアクセントになります。遠藤さんはあんまりよく書かない、余計なことしない、守備しっかりやります。で田中碧選手はパサーとして
ツータッチワンタッチで、いい味方にボールを出してくれる。でそのリズムっていうのは相手も分かりやすいんだけど、森田っていうのは変に何か他の人とは違うリズムを持つんで、これが非常にアクセントになる。独特なんですね。独特なリズムを持って前を向いて、裏にフォワードが走りやすかったりとか、まあ、最後のパスはもうちょっと上手くなってほしいんですけど、そういうところでは非常にこう最終予選でも良くなってきた理由が分かるし、これは僕も絶対使いたい、やっぱストロングかなって思います、ね、ここがまあプラン A だとして、はい、じゃあ次久保選手を使うときはどうしますか。久保鎌田は、もう鎌田はここをやれるって自分では言ってるんですけど、はい、6月シリーズはあんま良くないですね、正直言うと、うん、正直言うとトップ下でダブルボランチでこうやって自由にやらせる方がいいし、うん、これは負けてる時、攻撃的に行きたい時に鎌田あるいは久保、はい、これをやっぱりここに投与して、負けてる時にやっぱり守備いくら強くしてても意味がないじゃないですか、うん、それはもうはっきり攻撃的にしなきゃいけないと思うんですよね。で鎌田の場合はまあ最悪ここへ入れても守備も頑張れるんで、はい、いいかな。で久保はここソシエダでもここやらせる可能性あるんですけど、ここへ入れても守備はできませんから、うん、はっきり言うと守備はできませんから、だけどここ中盤に入れといて、ここにも置く、トップ下にも置くっていう風に置いといて、必要な時にこっちに入れていくっていうのが僕は理想かなと思って、でディフェンスしなくてもいいんだけど、ここに入れると何が起きるかって、さっきの僕の山根、堂安、久保、この3人がちょっと違うんだね。これで組み合わせたいです、これをここを使う時は、久保をここに入れる場合はこの3人が絡んだ時はちょっと、要は簡単に言うと斜め方向へのパスが生きてくるし、動き出しもこれは古橋と組ましたいんですよ僕は。ここへ抜けんの天下一品にうまいのは古橋なん で、はい、でそういうふうにコンビネーション、人とのコンビネーションでちょっと持ってたいなっていうピース、うん、で調子今上がってきてるし、はい、もう間違いないんですよこの人乗せたら力は。でディフェンスはできないと思った方がいい。だからここはディフェンスが絶対の人しかできないんですよ、ここのサイドっていうのは。ディフェンスができる人しか今もう置かない、そういうふうなサッカーしか日本は勝てない。これは森保さん、俺も一緒だし、このシステムだったらもう絶対にこうやって上下動して頑張って、で久保がそれやったって知れてるし、攻撃の良さを生かした方がいいんです、うん、というところで置く。で原口選手、これが実は僕は大事なんだね、はい、これが完全なサブでいいんです。サブでいいんだけど、やっぱりこうはっきりとしない戦況ってのはありますよね。例えば 1-0 で勝ってんだけど、 1-0 で勝ってんだけど、もうやたらもう行ったり来たりする試合で、勝てそうなドイツの試合ですよ、はい、勝てそうなのにもうバテバテ、もうどうしようもない。でこれ鎌田無理だよ、ディフェンスできない、久保できねえよっていう時に、これはできるんだよ、できるし、できるし、相手が出てきた時にこう前のやつだから行った時にそこにパス出して自分も出ていったりとか、うん、最後の走力っていうのはもう一番持ってるし、はい、やれったらサイドもできるわけですよ、この一番得意、こういう意味では何でもできるプレイヤーに育ったんで、賢いくなったよね。僕小学校6年の時に江南南 FC のバーモントカップで決勝戦見てましたけど、うん、フォワードでもう何十点も決めてすごい選手だなと思って、その後はどんどんフォワードでちょっとこんな風になりましたけど、やっぱドイツ行って守備、いや本当ですよ、守備も覚えて、奥さんもいい方ワールドカップでお会いしましたけど、私も素晴らしい人間性がね手に入って、この間もサブでもみんな思い上げてたじゃないですか、うん、ああいう選手で頑張ってくれる選手は絶対応援欲しいね、うん、さあそれでは最後フォワードに参りましょう、はい、こちらの9人の選手ですね、うん、ではまず右のウイングから伊藤選手からお願いします。日本代表が世界で勝っていくためにはやっぱり守備をしっかりできなきゃいけなくて、なおさら今度攻撃に運動量もあってスピードもあって、でウイングの仕事って多岐にわたってて、クロスも入れて中にも入ってて逆サイドからも攻撃決めるっていう、まあ必要なことたくさんあるんだけど、ほとんど完璧に今彼は、うん、こなせるぐらいの力になってきて、もう彼がいないと今日本代表成り立たないですね。プレッシングっていう、さっきから遠藤さんが言ったり吉田さんが声かけて前から行けっていう時のこの追い方っていうのがあるんですよ、うん、追い方っていうのが、まあ、中を閉めて外へ出させてこっち側で取るっていうやり方もあれば、内側中から外へのボールをこう切って、はい、こっち側に 中方向にボールを出させて中で取るっていう、今中盤が3枚だからそういうやり方もするんですけど、ほとんど間違いない、タイミング的に完璧だし、なおかつすごいのはそうやって追っていくってことは、もしから中にサイドの守備はここで守りたいんですね、ここでサイドバックの前で、でも中に行った時にはもう一回うまい間だとここに出てきちゃうじゃないですか、ここに出てきた時にこう帰れないとここバーって来られちゃう、バケットポケット取られちゃう、はい、ここを追っといてポンポン、またここですよ、これこの人しかできない、2度追い
2度追い3度追い、何この人っていうぐらいうまいディフェンスが、で取ったら出てくるって、どんな体力して何食べてんだろうっていうぐらいなその運動量がまずベースなんですね。この走れるでクロスがもうとてつもなくうまいですよね。もういろんなキックができます。でベルギーリーグでもいろんな場所に合わせていったって、はい、まあ日本代表では見せてくれてます。で なおかつこんなうまくなってる中に入って、中に入ってからここ出てくる、これができるようになったからもうちょっと別格になりましたね。攻撃面はね、この人の良さは右足のキックなんで、ここからここに出ていけるんですよ、うん、第1ポケット第2ポケットって言うんだけど、第2ポケットが入っていってもうゴール寸前のところからこうクロスを上げられる。もうこれは美味しいよ。歴代の中でもすごいウィンガーじゃないですか、うん、本当に代表選手の中でも水沼貴史もいたし木村和志もいたけど、この運動量守備なんか全然ね、守備力はもう貴史さんも和志さんもなかったから格です。この選手格しっかり守ってためを作ってここに持ってって、この人のクロス、うん、第2ポケット酒井山田のクロス、それで手を入れたい、それが中左、そういう風に作ってコンセプトです。この選手がいなくなるときついという時に、そういう時に僕はこの ね、はい、賛否いろいろあると思いますが、水沼伊藤選手と比べて全てがちょっとずつ能力的にはやや落ちると思います。このクロスの質に関してはここだけちょっと勝てるんですよ。この水沼の良さっていうのはあんまここの中入っていかないけど、どのタイミングがディフェンスが一番嫌なタイミングなのかなっていうのは知ってる。これはちょっと伊藤純也ももうちょっと学ぶことが必要かなと思うぐらいこの選手はうまいです。持ってるんですね。持ってるんですよ。どういうことかっていうと、ディフェンスっていうのはこういうふうにあるとするとね、はい、クロス入ってくるときに実はこうやって 上下に動いたり、こう左右に動いたりとか、はい、こうやって微妙に動いたりしてるわけですよ、うん、こうやって。でこの狭い時にここに上げてもあんまり効果がなくて、やっぱ広がった瞬間にスパンって上げていく、うん、あるいは上下だったらキーパーとの間がちょっと空いた瞬間、あるいはギャップができた瞬間にその場所に上げていく、パスを入れていく、こういうことが、例えば直接点にならなくても相手後ろ向きに走ってコーナーキックになったり、そういうパスしか出せない、危なくないですよ。この人はここに差し込むパスはほとんどがこの速攻につながらない、カウンター攻撃にならないパスなの。そういう意味ではサッカーを知り抜いてるね。これ親父と似てる高橋さんもそういうとこがもういやらしいなっていう感じでやってましたし、いやいい選手になりましたね本当に。僕はお父さんと同じ時代だから、コータがビデオでね、毎日日産自動車のビデオずっと見てたの知ってますから、そういう思いがあってじゃなくて、いやよくここまで伸びたなというね、苦節何年で本当に、まあ、間違いなく武器になるんですよ、うん、でどういうことかというと、もちろん伊藤がこけました、じゃあ堂安や久保がいます、この形も見えますよね、うん、もうあるじゃないですか形が、はい、でもこれは明らかに中に入っていって中と絡みながら第2ポケット彼らがつくか、酒井が出てくる、山根が出てくるって、こうやや攻撃的な姿勢になっちゃいますよね、うん、ここ使うってことは。じゃなくてここにやっぱり守備の時にもちゃんとここに帰ってくる、ここにいてクロスで相手が強いんだから速攻を受けないまましっかりと攻めて攻め終わるっていうことが考えていくと、うん、こっち側でチャンスをためを作る選手がいました。で水沼とこ行きゃとりあえずクロスかここまで来れるんですよ、ここに走ってくれる選手がいれば、でコーナーが取れるか、あるいはカウンターがない、相手下げられるっていうところまではいけるって、守備頑張れる、非常にこうチームの狙い、弱い日本が強い日本相手とやるときにはっきりするなっていう意味で僕は入れたい、うん、伊藤がいなくなったときに水沼がいればなんとかパワーちょっと落ちるけどはっきりする、うん、そういう意味ではいい選手では。堂安選手、はい、まあ、この選手はもう久保選手もそうですけど、もちろん守備面もしっかりやってくれるし、まあとにかくカットインしてボール奪われない、どの相手にも奪われない、味方のコンビネーションを作るにはペナルティエリアに入っていけ、ペナルティ近くに入ってこれる、ここはまあ入っていってシュートももちろんうまいけど、そんな甘くないんであればこのペナルティ近くまで来てファール取れるんですよ。ドリブラーってのはファールを取れる、水沼はファール取れないで、まあ、ちょっと僕はそのさっき言ってるように曲げてたらもう久保と絡まして、久保山根もうこれでいいんですよ、曲げてたらこの三角形にしちゃう、もうそういう、もう伊藤のクロスで入らなそうだったらその三角形にして地上戦、はい、地上戦でも一気にいく。では続いてセンターフォワードの方、ここね、大迫選手、はい、もう大迫選手はもう別格なんですよ。やっぱりその経験値、森保ジャパンのベースの中でしっかりとセンターフォワードとしてボールを受けてサイドに
散らし、サイドからクロスを入れるという戦術の中でしっかりポストプレーをどの相手にもできるっていう意味では計算ができるんですよ。しっかりとどの相手にも処方箋持って、このタイプのセンターバックだったらこうやって潰そうとか、ここで逃げようとか、ちょっと前かなり降りてきて後ろで走らそうとか、そういう戦術的な要素、コンディションさえ揃えばもう間違いなくやっぱりしっかりと安定感がある。では上田選手、上田選手、この選手にはちょっと大迫選手に持ってないペナルティエリアぐらいのところから一気にズバーンとこう蹴り込んでいくセンターフォワードとしてのタイミングをちょっと外したシュート力っていうのかな、さっき権田選手がタイミング外された時にシュートを止めるのうまいって言ったけど、タイミング外したシュートがうまいよね。今打つのみたいな感じでドーンって打っていいシュートが入るから、読めない、シュートのうまさ、タイミングとシュートのうまさがもうザ・フォワードっていう感じするんだよね。クロスへの当然飛び込み体あるし、そこはもしかして大阪以上かもしれないですよね、うん、抑えながらガーンって入れていくのも上手、うん、古橋選手裏への長い抜け出しは前田浅野、うん、これが一番強力だったんですけども、ミドルレーン、ミドルレーン、相手の最終ラインがペナルティーエリアにあるちょっと前ぐらい、はい、ここにある時にサーンとこういいタイミングで初速に入ってパサーの体の向きから抜け出すのは一番うまいんじゃないかなってちょっと思ってて、ここから例えばじゃあ堂安が入ったらスッてこう抜け出す、はい、抜け出したところでここにボールが入った時に何が起きてるかっていうと、こうセンターバックが実は広がるんですよ、うん、センターバックが広がった時にこの間にスパーンって入ってくるような、うん、そういうプレーっていうのが僕はできるんかな、うん、ここからじゃあ堂安、酒井が来てます、堂安がスパーンって古橋に入れたそのボールに対して浅野が入って、酒井が入って落としてスパーン、うん、ここからセンターフォワードはもう外に逃げる、ここに田中がスパーンって入ってポンポン、こう2列目から飛び出して、これ一番捕まえにづらいですから、こういう可能性は十分計算できるんじゃないかな。この特に右サイドはそういう斜めの攻撃に絡める選手が久保、堂安、いろいろいるかなってちょっと思っております。では、はい、続いて左ウィングいきましょう、はい、南野の最高にフィットした状態の時を知ってると、やっぱりここの中に入った時の質っていうのは全然違うんですよ。このペナルティエリアっていろんな人がこう絡んでいくんだけど、そのペナルティエリアの中に人数がこう重なっていった時に、重なっている時にみんなが自分が自分がっつって自分の思いだけでプレーしたら渋滞するんですけど、その南野っていうのは例えば大迫がそこを開けて入ってきて狭くなったと思ったらワンタッチで落として誰かにやらすとか、そういう質の高い感覚を持ってる選手、相手のディフェンスが強固であれば強固であるほど瞬間にちょっと距離が広まった、ある瞬間に質の高い侵入をして味方に何かさせる、自分ももちろん自分ができればそれはすればいいんだけど、味方に何かさせることによって大きなチャンスに生まれるってなると、まあ南野の左サイドも僕は捨てがたい、でもちろん仲間やりますけど、南野が今のところの代表とかではあんまりうまくいかないケースもあるんだけど、僕は十分できると思ってて、そこはだからフォワードが今大迫がいなくて、うまくそのさっき言ったようにわざと抜け出してとか、うん、南野さんここ入ってくださいって、そういうあうんがないからですよ、うん、生きてるのに邪魔だなって世界だけだからですよ俺に合わせれば組み合わせれば生きる、まあ、大阪が館長、うん、南野もそこでセットになれば絶対面白くなるのは間違いないわけだから、うん、続いて三笘選手、僕の場合は 100% サブです。サブ先発にしろっていう人もいますよね、はい、僕はサブでいいです、うん、途中交代で、途中交代でこそ生きる、生きる、はい、だなぜかというと、この間 の, そのブラジル戦でね、はい、僕自分は解説したんですけど、あのブラジルチッチ監督はこの三笘のことを絶対僕は計算分析してたと思うんですよ。で要は最後にセンターバックのミリトンを三笘に貼り付けたんです。さっき僕は長友がフィニッシュイスに張り付いたって言ったけど、そのポジショニングを取ったんです、サイドバックで絞らずにここにいたってことは、三笘のドリブルを怖かったからそうしたんです。そうしなければ絶対絞るんですよ、こっちの攻めに対して、うん、っていうかミリトンをサイドバックする必要ないわけだから、やっぱりそれをチッチ監督がやってきたってことは、三笘はそういうふうにもう思われてるし、それだけの実力があるわけですよ、うん、ところがそこで三笘はああいうふうに計算されてサイドバックが出てきた時にあんまり自分を変えなかったんです、うん、あれでは詰まる、三笘か前半三笘のドリブルの三笘が出てくるんだな、百戦錬磨のサイドバックが
こう考えてくるわけですよ。アスピリクエタ何考えるかって言ったら、ちょっと三笘寄りにいるかな、そのスペースちょっと埋めといてな、ボランチがあって、そういうボランチ取られた時にじゃあどう対処するのかって、まだそこまで海外でも苦労してないし、そこまでじゃないんですよね。でそれは味方が、フロンターレの場合は味方が分かってあげてるから、素早くこう近くには寄せてワンツーしたりとか、で代表だとまあそこの時間もない、今僕のチームとしてまだ難しいから、これはサブでいいんです。で右からのクロスでどんどん行って、で堂安たちが出て、久保が出て、右サイド引きつけた時にこっちで待つんです、うん、スパン、いってらっしゃい三笘様、花道差し上げます。これは絶対に世界一位のドリブラーだよ今多分。もうそのぐらいの力あるから、うん、ここまで行きます。ここまでポケットの奥まで、奥まで行きますから奥まで。では前田選手、ここだよ。ここがだから本当に、いろいろ悩んだんですけど、はい、やっぱりこうフォワードが3枚では足んない、何かあった時に古橋がいなくなったら裏抜けるやつも必要だし、まあ、前田大然裏行けます。でまず何しろ守備が何も嫌じゃない、ここまでかポケットの奥まで帰れる、ここまでね下がるんですね。そう、上手い下手別にして考えで、はい、帰ってくれた後に出んの早いのよ。これは今の日本からすると美味しいよね、こっちと一緒、伊藤と同じで、それがこっち側できる人は誰もいないわけだから、こっからビューってここまで来れるんですよ。でここも中までいける。でちょっとそのマークされた時に中入って出ていくとか、そういうちょっと質の高い動きはまだできないんだけど、サイドでも右サイドからのクロスとかパスにギューンとここまで裏フォワードとして入っていくのはすごい上手いんですよ。でここからのクロス、水沼からのクロスは特にもう分かってるから、お互い相手が強い、まあ五分に渡り合って勝てんだったらスペイン、ドイツとそれは夢があるけど、まあ実際はそんな簡単じゃないし、どうしても攻め込まれますとなった時にはこの裏のスペースビューンと走ってって一発でスパンっていうものとしっかりとキープしてサイドへっていうところにグワッと飛び込んでいく、いないと思ってたのに、あ、いたのみたいなのってすごく大事だし、それでダメだって寄せといて最後見通して、サイドバックもそれに対応して疲れた、なんだこの前だってやつだみたいな、右往左往して疲れ切った時に三笘様ですかみたいなそれはもうきついからね、本当にきついから、ね、でもサイドバックなんて交代使いたくないからね、普通は監督さんって、それは間違いないですよ。ハンジフリックだって変えないから、そんなとこ疲れててもやれって言ったら三笘にやられますよ。津波さん、今回は選出ありがとうございました。はい、ありがとうございました。津波さんの熱がものすごく伝わってきました。好きなんですよこういうの最初は文句で入りましたけど結構好きなんですね。最後にカタールワールドカップで日本代表に期待することを。もともと僕は昭和の人間ですし、スペイン、ドイツなんていうと強豪じゃん、もともとネガティブに考えてしまう癖がありますが、世界に出て経験されている人たちはもうそういう気持ちはないと思います。強気強気強気で戦っていただきたい。ぜひ、そういうアグレッシブな戦いで、勝ち点を重ねてほしい。そういうのを我々も強気で応援したいと思いますので、ぜひ楽しんで、頑張ってほしいと思います。お願いします。熱いエールありがとうございました。いや、カタールワールドカップの日本代表メンバー、今から楽しみですね。視聴者の皆さんからのご意見、そしてご感想お待ちしております。改めて津波さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。